F 局員の雑談。F 局員の雑談です。なんかありますか？今日はね、あるんですよ。おお、珍しいもの。F 局員のポジション更新の話、うん、さっき知って、後で牧田の話するって言った。うん、ああ、言ってました。はい。その牧田の話です。あ、牧田を解説してくれる。はい。解説なんかしないですよ。ディスるのに決まってるじゃないですか。ディスるのね。牧田ディスり会ですよ。はい、なんだ。ディスりか。はい。はい、で、F 局員のポジション更新で先ほどちょっとお話しした、うんうん、まあ、この動画見てる人はもう1個前の動画の話になってるかもしれない。あの、牧田立て直しってなんだっていうと、1個前の、うん、あの、塾系銘柄の動画見てもらえると、牧田の話ちょっと出てるんで、はい、で今日2022年9月22日なんですけど、はい、そうですね。うん、まあ、週明けに塾系銘柄をまあ1個追加しようかな、ポートフォリオ。でそれと同時に含み損がちょっと膨れ上がってきた牧田を立て直ししようかな。なあね、残念だな牧田。リバランス。あ、牧田、はい。あら、なんか止まらないな、はい。これ今朝の時点の寄り付き直後ぐらいの、うん、まあ、うん、ヤフーファイナンスの株価10年足なんですけど、うん、10年足、10年チャートなんですけど、うん、一番左がリーマンショック後ですね。あ、この辺ね、はい、はい、リーマンショックで下げて下げて、うん、でちょっと戻してアベノミクスで上がって、うんうん、上がってで1年下げて、あ、2年間上げて、あ、1年下がってそう、何があったんですかこれ物流的な話とか結構いろいろなんか掲示板見たら出てましたけど、やっぱり辛いんですね、コロナ系が。なんかっぽいですね。でもの、うん、でも2020年から上げてたんだしな、何なんだろうこれと思って。まあ、納得いろいろあるんじゃないですか。個人的には納得い、全然納得いってないです。それは別に調べた結果の納得じゃないですよ、ね。いやいやいや、なんで？マキタという看板に対して納得いってないって。そうそうそう、マキタ、俺の憧れのマキタがなぜこんな扱いになってるのか全く納得いってないって。これね、うん、私この間局長の援軍で入るとか言ってました。ああね、入ってくれだったね。局長の援軍に入ってろくなことないですよ。今年はそうですね、あのもう3ヶ月待てばよかったなと思ってたけど、まあね、まあ、もう入っちゃったものはしょうがないんで、うん、はい、とりあえず、今11パーやられてます。ああ、そうか、もう11パーもやられましたか。下に書いています、ね、うん、これやられパーセントなんですね。 11.47 パーやれ、うん、で円にしたら6万7000円ぐらい、まあ全然、はい、あの、うん、立て直しの時期ではないんですよ。そうですよね。いつもだったら何十万かやられたぐらいで。15万とか20万ぐらいやられて、うん、まあ 20% とか 25% やられていこうかなと。牧田、そろそろやっぱリバるんじゃないかな。そんな気はね、ずっと、自分はずっとしてますけどね。まあまあまあ、まあ、そう言い続けて約1年を経ってるわけです。そうなんですよ。いいか、自分的にはこの辺のラインでリバルだろうと勝手に思ってたんですけど、突き抜けていきましたからね。で、2000円割ることはまあないとは思うんですけど、2500円近辺までは落ちるかなとはちょっと思ってる、ね、うん、そうですね、この安値終わってみたいなね。はい。で、そこがまあそこなんだったら、うん、そこで、損益ゼロ円にしときたい。ああ、リセットね、うん、はい。でその時だと2500円ぐらいの株価なので、うん、300株でちょうどいいぐらい。ああ、そうですね、まあ、思ってますけど、うん、確かに確かに、はい、でまあ半値戻しでもしてくれれば、うん、まあいいいいですね、おいしい。でもね、牧田の掲示板とか見に行くとね、まあ、うん、大体こうみんなげっそりしてます。だってこれにずっと付き合い続けてあるね、ですよね、フォルダーが書き込んでるわけですからね、それはげっそりしますよね、うん、はい、なんか援軍がことごとくやられていってるわけですよね、うん、1年間。そうなんですよ、はい、こんなになるとはこの時は夢にも思わなかったな。いやでもこんな銘柄たくさんありますよ。まあありますけどね。とりあえず週明けに買い直そうかな、うん、1回目ね、うん、それでもまだ下がるようだと、もう今度はまあ、うん、さらに倍下がるまで放置します、うん、そういう感じでございます。まあ、そういう方で、牧田はもう、はい、うん、とりあえず一旦切ろうとね。あとね、牧田、うん、ネタでもう一個あるんですよ、うん、はい、もうほんとくだらない話です。私会社まで歩いてきてるじゃないですか、うん、はい、そこに金物屋があったんですよ。金物屋、あ、うん、ここの金物屋は朝早くから空いてるなっていう金物屋で、うんうん、
店の上の方の看板にマキタって書いてあるんですよ。ああ、マキタも扱ってるよみたいな、はい、うん、で私マキタの掃除機の充電器が壊れた時にそこに修理出した。ああ、はいはい、潰れてました。つもう修理出す先がなくなっちゃったってことです。まあね、金物やってても昭和の時代からやってるような店だったホームセンターよりも早くオープンして、うん、工事に行く前のお客さんをゲットするビジネスモデルがそろそろ崩れかかってんのかな。あ、まあそういうこと。昔 ねガイアの夜明けとかね、その手のね、うんうん、あのまあどうやって儲かってんのか系の番組ってあるじゃないですか、うん、ありますね、たまにね。ああいうのでのホームセンターは、うん、大手のホームセンターは朝早く、うん、開けてないからこういう金物屋はまだいけるんだ、うん、みたいな話で、うん、おーとか思ってたんですけど、うん、もうそれも限界来てるのかなってちょっと思います。そうなんですかね。か職人さんたちは今もう引く手あまたで大変らしいんですけど、意外とそういうところではそういう店がなくなったりするんですね。通販で前もって揃えとくとか。まあそうですね、わざわざそういうところ、うん、まあ明日いるものだけ買われても、いや、うん、今日いるものだけ買われてもそんな売り上げ上がらんと、ね、うん、今日いる小物だけ買われてもねみたいな、やっぱこのでかいの買ってくれないと売り上げには直結しねえよみたいなあるのかもしれないし、ね、まあ、細かい事情は分かんないんですけど、うん、あのマキタと行った時に、うん、その看板の金物屋さんが閉店しておりましたという、まあ、情報。悲しい話ですよ。あれなんか店主が おじいちゃんすぎて店閉めちゃったとかそういうわけじゃないですか。いや、そこねスタッフも何人かいたんです。そういうちょっと若々しいというか、はい、そんな、はい、あの、うん、店構えも綺麗ですし、ああそうだったんだ、お頑張ってんなっていう勢いを感じるぐらいの、まあ、小綺麗な店でちゃんと朝行くとお客さんが車1台、うん、2台止まって買い物してんの見てるんですよね。まあマキタつながりでちょっとウォッチしてたら、うんうん、潰れちゃったんだ。まあ潰れたのかどうか、まあこう、うん、黒字的なやめなのかもしれないでしょ。まあね、まあね、あくまで私の推測の域は出ないんですけど、うん、マキタの下げとちょっと何の関係もないわけもないのかなとか、ちょっとね、まあ、いろいろ考えさせられたなという、うん、そうですね、どうでもいい雑談です。いやいや、なんかマキタでこう面白い情報を持ってる方いらっしゃる、うん、ぜひぜひ。 あとね、マキタ私こんな高値で買っても地獄ですよみたいな。この辺のこの高値私。そうそう、この高値私ですみたいな。あ、ヒゲの先ヒゲの先と私がいただき至ってますみたいなね。ヒゲの先っちょ買った銘柄何個かありますよ。ありますか。すごい珍しい、ね、うん、あのデイトレードとかちょっとやってた頃は、うん、あ、このヒゲ俺みたいなのとかありましたか。局地もあるでしょ、1個も2個。まあ多分あるヒゲ、さすがにピークはなかったかな。ヒゲ近いっていうのはよくありましたけど。ヒゲ近いのはあるんですか。私はヒゲ、あ、このヒゲ最高値俺だみたいな何個かは記憶ある。うん、それはそれはすごい。それはそれですごい、まあ、もう更新されてるかもしれないですけど。うん、終わりです、はい、次回もゆるく談義していきたいと思いますので、はい、ぜひお楽しみにしていただけると幸いです。ではまた次回動画でお会いしましょう。バイ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 。